プロ野球、中日と日本ハムで活躍し、日本派、監督も務めた、野球解説者の大島康則さんが2021、6月30日に死去した、70歳だった。両球団が7月5日、それ、レの公式サイトで伝えた。大島さんの不法に、現役時代が重なった元巨人、堀内つねおさん、73、元中日、山本まささん、55、 元日本ハムの岩本つとむさ、50、片岡敦志さん、52、らが思い出を語っている。堀さんは、大島さんより2歳年上で、堀内さんが今日大島さんが、中日で、同じセーリーグの投手と、手という関係だった。堀内さんは7月5日渾身の、ログ記事で、君のことが公になる前にドリー、ベースボールの関係者の方からちゃんと、楽をもらったよ。 ブログで語るのはもう少しにしようかな、とも思ったけどいや、何か一言、ケでも一杯飲んでからにしようそう思って、んでみたけど、よいやしないよ、と、大島さんの、方への悔しさを綴っている。記事ではプロ、QOB が集まった、ドリームベースボールでの、シーンを投稿し、気がつくと、いつも隣同士でさ、さいにあったのは2020年10月18日岩手県。 陸前高田市で開け、された、ドリームベースボールだったして最後に、大島、ありがとう。またなと記事を締め、くった。続きを読む。